今回は自分に甘いよっていう性格の方にぴったりなプランクを紹介します。実はプランクって腕をクロスして前後に動くだけでたったの20秒ですごく腹筋に効かすことができるんです。三日坊主は当たり前、長い時間運動できない、そういった方におすすめなエクササイズです。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はお腹に簡単に2倍効かせるプランクということで紹介していきます。クロスダウンプランクです。その名の通り腕をクロスして前後に動きます。プランクって一番いけないのがどうしても自分にとって楽な位置でキープしてしまう、これが一番デメリットなんです。時間が長ければ長いほど自分が楽な位置を見つけて腰が痛くない、腹筋に効きにくい、そういったところでキープしてしまうんですが、今回は前後に動くことによって辛い楽辛い楽っていう感じで繰り返して20秒キープしますので、初級から中級の方、腹筋が苦手な方、運動不足の方、長い時間運動できない、そういった方にはぴったりなプランクになりますんで、動画を見ながら一緒にやってみてください。今回たったの20秒なのでもうちょっとやりたいよって方のために3セットご用意してます。頑張れる方は3回一緒にやってみてください。それでは紹介します。はい、まず今回はつま先を立てます。手は普通はまっすぐ置くんですが、そうすると体を前のめりにしてしまってつい楽な位置でキープしてしまいます。そうならないために今回は手をクロスします。このようにクロスします。そうすると体が前に出にくくなるので、この方がお腹に効かす位置でキープしやすいです。少し足を開いてつま先立てて、クロスさせて、肩の下だと肩に力が入ってしまって、お腹の負荷少し逃げるので、肩よりもちょっと手を前にね、気持ち出してもらって。で、プランクのポイントは腰が反れてお尻が上がらないように、しっかりお尻を締めて腰を丸める、体をまっすぐにさせるイメージでキープです。そこで今回は体を後ろに後ろ後ろっていう感じで動かします。体が前に行くんではなく後ろに行ったら戻る、こういう感じです。かかとを後ろに出して戻す出して戻すっていう感じで行います。そうすることで力が入ってるお腹が伸ばされてまた縮む、プランクなんだけど腹筋を行ってるようなお腹の使い方になります。たった20秒でしっかり効くので一緒に頑張りましょう。それではいきます。腰が痛くなった方は無理せずに下に降りて休んでください。腰が反れすぎると腰が痛くなるのでしっかりお尻を締めて腰が丸まるようにキープです。動くスピードは動画を見ながら真似してください。それでは20秒間いきます。スタート。こういう感じです。あと後ろに出す感じ、あと半分、お腹をしっかり持ち上げてお尻を締めて頑張って OK。 1セット目からねなかなか辛いですね。かかとを後ろにしていくとだんだん肘の位置とつま先の位置が離れていくので、耐えれる方はそれで耐えて、辛い方はねまた少し前に戻ってもいいです。引き伸ばされるほど辛いです。2回目いきましょう。それではいきます。スタート。後ろに下がった分戻る、あんまり前に戻らずにかかとを出す戻すって感じです。頑張って OK。 あと1セット。だんだん疲れてくると腰が反れ出すんで、腰が反れて腹筋に効かない感じがしてる場合はそのまま続けてもあんまり意味ないので、お腹を休めてまた動画を見てチャレンジしてください。いける方はいきましょう。ラストいきます。スタート。しっかりお尻締めて、かー効く、あと少し、オッケー、だー。お疲れ様でした。
やー、たった20秒3セット。動いてる時間にしたらたったの1分です。通常のプランクより効いたよとかね、3回できたよとか、1回しかできなかったよっていうのは、よかったらグッドボタンとコメントで感想を教えてください。今回、肘が縦ではなくクロス。同じ位置でキープではなく、かかとを後ろに下げる。そうすることで力が入ったお腹が引き伸ばされて、かかとを戻した時にお腹がまた縮まる。お腹に力入った状態で腹筋運動を行って、体幹が身につくクロスバックプランクでした。3セット頑張ったよって方は優秀です。各地 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。